皆さんどうも、ピーマンドです。今回の下克上ペナント実況14回目かな、交流戦が始まるわけだ。初戦は中日3連戦ということになりますな。パリーグ相手にはフルボッコにされ、上がり目が全くないうちのチームになりますけど、ここから下克上を起こせるようにね。一般的にやはりパリーグの方がレベルが高いですから、まあ一応俺たちもパリーグのチームなんやからね。一応ね。ですからセリーグに負けることは許されない。交流戦優勝できるように全力で戦っていくよ。さあ、初戦の中日戦のゲームは名古屋ドームで行われる。つまりは DH なしのゲームということになりますね。ここまで基本 DH ありでやってきましたからね。ちょっときつさはあるけどもね。まあでも頑張るしかねえや。今日のベストオーダー、先発はヘイドルフ。ではなく藤浪でいこうかな。絶好調ですし、体力も万全な状態ですからね。で、前回加入したエリオット、まだこの男、このチームデビューしてないですからね。一度もシーズンで投げてないので、活躍に期待やね。先発もできる投手なんですけど、今中継ぎが非常にボロボロなんで、中継ぎ投手として頑張ってもらいましょう。いや、この選手が6000ポイントで前回取れましたからね。ほんと格安の選手ですよ。活躍に期待やね。よっしゃ、このベストオーダーで OK でしょうね。1戦目はですね、チームがチャンスピンチ。そしてこの3試合は、投手エリオットを注目してやっていきたいと思います。デビュー戦で最高の結果が出るようにね。はい、1先発は大野で、オーダーはこんな感じ。まあ、1番ビシエド、突っ込みどころ満載やけど、俺は絶対に突っ込まない。で、相手チームにも杉山がいるしね。まあ、このパープルでは2軍に収録されてた選手なんでね。だからこっちのチームにもいるんですけど、相手にもいる。おかしなことやっとるぞ。どっちが本物だ？モノホンだ？決めていきましょうか。この3連戦でね。活躍した方が本物で。活躍できなかった方が偽物ということで、そっち抹消みたいな感じでね、存在をね、いいんじゃないですか、それでね。最後の結果を残すっつったの。初回から点取ってもいいやで、ほら、チャンスは来る、いいっすね。ワンアウトランナー2塁。大野はね、数年前ならいいピッチャーだが、今はそんなにいいピッチャーでもない。2017年もボロボロやったからね。チャンスはあるよ、2軍チームにもね。いや、チャンスはあるよの話の流れから3球三振って、ねえよねえ、こんなもんね。簡単に終わったな。ひどいな、本当上がり目ねえわ、このチーム。でもここから上げていきたいのに上げれない。チャンスつくもの、もう進塁打すら打てないっていうね、まあ、いつもの流れだわな。こういうことやってるから弱いんだよ。まあ、でも藤浪が今日絶好調なんでね、かなり期待はできるよ。さあ、2アウトからのチャンス。得点が欲しいな。今日はぶっちゃけ藤浪の調子考えれば1点だけでも勝てる。ゲームだから野手は頑張ろう。気合い入れてね。来るのはチャンスだけでいい。いや、藤浪マジで神ってるよ。これはいいね。わー、でもここでピンチ。うーわ、ワンアウトランナー1塁3塁。とりあえず前進だね。1点もやりたくないシチュエーション。ここはうまく土の上から三振を取りたいが。理想は三振。よし、いいぞ。最後落とせば多分。振る。いや、振れよ、ええんやで。お前、そういうバッターやろ。振っとけ。いや、ここで打つような選手ちゃうやんけ。よりにもってフォーク打たれるっていうね。投げすぎたか、もう。ダッサい形になったな。俺がプレイしてなければ1点も入ってないかもね。で、ここで杉山、言ったろ、打たすわけにはいかねえって。今日活躍した杉山が本物なんだよ。これで追い込みました。今、映像の中、杉山が2人映ってるからね、怖いよ。ドッペルゲンガーだ。なんでフォーク振らねえんだ。三振、あー、2シームでもよかったかもね。今頃だけどね。フォークでやっぱしつこく攻めすぎたね。当然投げすぎ、今、打たれるからさ。でも、ピッチャーに打たれるのは知らんわ。150を弾き返すピッチャーって、大谷かよ、お前ね。軽く流されてんじゃねえか。1番ビシエド。この1番ビシエドっていうのが割と理にかなってるというかね、結構それに俺やられてるからね、各ペナント実況で。でもここでやられるわけにはいかないからね。真ん中はーい、一気にクソ試合家ですね。この場面で真ん中投げるんやからどうしようもないよね。いつも通りの敗北。これで、イチローならば取れる。取ったね。杉本は取ったよ、ちゃんとね。ビッグプレー、よくやった。抜けてれば、あ、落ちてたらもうやばいことになってただろうね。ビッグプレーで防いだのはいいが、この回2点取られたんで2点取り返すしかないね。さあ、チャンスだ。大野から全然打ててないが、ここは取るんかい。もう抜けもしない、どういうことやねん。頑張りすぎだろ、お前、守備面でよ。
でも抜けてたらイチローの足考えたらホーム行けてんのね。なあ正面ね、先に進めない、一歩目を踏み出せてない状況ずっと続いてる。セリーグに対してもこういう戦い方していくんだね。絶対上になんていけねえよ。ああもうまたピンチ、もうそれもなんで毎回ワンアウトランナー一塁三塁なんだよ。もう気持ち悪いピンチだな。一番最悪だからねこのランナーっていうのがね。やめてくれ一塁三塁とかね、絶対失点免れられないやん。せめて二塁ならわからんこともないが、これはゲッツーだ。オッケーオッケーオッケー、イエース。これ以上の失点は避けれたとはいえ、2イニング連続でこれやからね、もう無理だな。得点も入らない以上勝ち目なんてねえんだよな。受けない。まあもうチャンスだ、基本この繰り返しですからね。さあ杉山、本物の杉山になれるか。今日はフォアボールのみだ。まあ同じ杉山でも成績が全然違うっていうね。あっち1割台こっち2割8分7厘ですから、全然こっちの方が打ってるからこっちが本物なんですけどね、成績では。今日の1試合に関しては大差はないっすね。抜け、なんで抜けへんねん。荒木の守備範囲広すぎんだろ、もうちょっと勘弁してくれませんかね。ベテランだろ、もう少しベテランらしい守備をしてくれよ。で藤波がこれ3イニング連続のピンチっすね。三振切り抜けるんだよ。また大野に打たれんなよお前、2度目はなしだぞ。1回はまぐれで許してもいいが2回目はなしだ。三振当たり前だよ、最初からこれしときゃよかった。よし、なんとかゼロでいけたかな。いけたんだけども得点が入らない以上こっちがゼロでいくらいこうがね、意味がないんだよ。あーやばい、ほんと入らんわ。で9回チャンスは作れないね、そのまま完封負け。1戦目からこれ、未来は明るくない。試合前の防御率ね、4点台のやつに0で抑えられたからね、もうありえないよ本当ね。ヒットも5本、なんかチャンスはよく来てたようなイメージですけど、ヒット自体は5しか出てないからね。入らない以上勝てるわけないんだよな。ほんとこのチームはいつまで経っても投打が噛み合わないからね、こんなんじゃ当たり前、セリーグにも負けて当たり前の話ですよ。なんら不思議ではないね。まあ1戦目負けただけですからね、まだ2戦勝てば、勝ち越しのチャンスっていうのは残ってますので、それでいきましょう。今日の先発は山口ですね、こちらね。ほんで先ほどエリオットの出番ありませんでしたが、また今日もエリオットに注目していきたいと思いますわ、うん。まあこの 3試合っていうのはチャンスピンチ、エリオットに注目してやっていくんでね。さあ続けてもやっていきます。今日の先発はバルです。絶好調か。まあでも打つチャンスはね、何かしら来ると思うんで、それで打てればいいなと思う。ほんで今日はちゃんと強打を一番で使ってきたんだね、賢いじゃないか。なんでさっきビシエドだったんだ、落差があるな。前の試合ビシエド1番、次の試合強打1番やからね、通常それが正解なんだけどね。前の試合のあれが驚きだったんでなんかいろいろおかしく感じるわ。さあまたチャンスは作る。ただもうこの繰り返し、本当に変わらない。このシリーズやってること、ここまで変化のない、面白みのないペナント実況早くやめてしまいたい。やってる俺が今一番そう思ってるよ、見てるみんななお俺の2倍思ってるだろうね。面白くねえこのシリーズと、申し訳ないね。なんでほんと内野フライにしかならないんだよこのシリーズは。これもね、意味がわかんない、何が原因かわかんない。外野にも飛ばせない、ゴロにもならない、全部フライ系なんだよ。進塁にもならないやつね、わけわからんわ。で山口もいきなり打たれるが、まあまあまあこのピンチゼロで切り抜けたね、危ない。さっきと同じだよ、1点2点やったら負けるんだから、ピッチャーがどれだけ頑張ろうかね、点が入らない以上勝ち目のないスポーツ、簡単な話だ。さあイチローだ、いや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 、本当に本当にちょっと待ってよ、もう強振でいくわ今日の一日、もうええわ。なんかいろいろ吹っ切れた、これ以上なんか当てに行くバッティングしても同じ、全部外野にも飛ばない、内野で終わる。ならもう全バッターで一撃狙いでいく、その結果最悪な結果になってもいいよ。さあ1本出たね、いきなりね。ホームゴーホームゴーホームゴー、もう突入。
当てにいかん。まず先生ね、まだまだ取ってくれるわ。今日の一試合に関しては止まらんぞ。イケイケゴーゴーだよ、ゴゴゴゴゴゴーだよ。だからなんでこのピンチ招くの、お前。ほんでバッターゲレーロじゃねえかよ。ここまでもかなり打ってるし、うわー、進塁打になる。これが4番ですよ。最低限の仕事ができるというね。ワンアウトランナー3塁だよね。うちのチームとは全然ちげえ。俺たちはここからね、3者連続、当てに行くバッティングで内野フライで終わるからね。うわー、でちゃっかり犠牲フライか。十分すぎるわな、これだけの飛距離があれば。1点が台無しです。またピンチ。結果1点で済んでるだけだよ、ここまで。あー、軽く流され、ホーム豪華。強打の足が速いな。無理だ。久々のチャンス来たね。2アウトランナー1塁2塁。エゴシの一撃しかねえな。流れを変えるんはね、どうせこの裏また捕まる。大きなピンチが来て、そこで一気に2点3点失点して終わるね。ならエゴシでその前に打って決めたいんだけど、また取れる範囲に行く。セカンド率異常。俺の打球ここ最近セカンドにしか飛ばない。そういう病気はかかってる。病院行って治るもんじゃねえぞこれね。すいません、セカンドに打つのやめたいんですけどって言えるか、受付でね。バカかお前は言われるわ。あー、もう頼むから、もうこのスコアで負けるんだったらボロクソ負けた方がいい。よし、チャンス来い。カモン。ワンアウトランナー二塁。まだバルデスは投げてる。いや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 。セカンドアウトね。チャンス潰しちゃったね。まあでもその後チャンス広がったからね。セカンドランナーが生きてれば2点目入ってんのね、結果論ね。でも意味がねえ。その後これだ、やることこれだ、全部これだ。はい、このチャンスもうバルですからしたらありがたいでしょうね。クソみたいなポン対して終わってくれるんやからね。はい、2対1交流戦初戦も負け越し決定。オッケー、これが俺。交流戦に入ったから何かが変わるというわけではありません。今まで同様同じです。負けは負け続きます。今日も得点が入らない以上勝ち目がないですね。2対1。ピッチャーの頑張り虚しく負けが続いているというね。山口も結果2失点ですから。ほんで中継ぎもね、この2試合は完璧に抑えてくれてるんですけど、まあこれですから。ここに来て野手が打たなくなるからね。振り出し戻ったね。すごいね。あ、ゴールに行くはずなの中、またこの実況動画の始めたて戻ったような感じするよ。得点が入らないっていうね。最初の方それで負けまくってましたからね。負ける要因いろんなことあるんだよこのチームにはね。得点が入らなくて負けてた時期、投手がクソやから得点取っても負けてた時期、投打が噛み合わない時期ね。でここ最近ちょっと噛み合った時期かなと思ったら、また連敗が続いた。ほんでまたこれですから。振り出し戻りますね。その繰り返しの中生きていくんだ。今日の先発、神助っ人外国人ヘイドルフに託しましょう。連敗の流れを止めてくれた助っ人外国人、もうここはお前に託すしかない。今日は川崎スタメンで使っていこうかな。でそれ以外に関してはもうベストオーダーの入れ替えはなくですね、せめて1勝くらいできるよ。エリオットの出番が勝ち試合がないから来ないんでね、まずエリオットのデビュー戦を作れるよ。勝つよりそれだね。あ、エリオットのデビューができたらもうあと負けてもええわ。ぶっちゃけこっから勝っても負けても同じやから。あ、負けた方がまだ潔さがあると思うんでね、無駄な抵抗必要ないでしょ。さあ、何もできずに交流戦開幕戦がね、もうこの動画終わりに向かっていってます。こんな得点が入らないゲームになるとはね。勝てないにしても得点が入って負けてたゲームが多かったここ最近なんだが、まあ振り出し戻っちゃってますからね。うまく打つも、もう頼むから頭超えていい加減。なんで一切頭超えねえんだよ。あそこ超えた動画映像見たことない俺ね。全部取れる範囲に行くんだよ。気色悪いわ。飛ぶとこ飛ぶとこは全部同じ。9割型セカンドかファーストだよ俺の時の時。三振も、当てなくて、どうせしょうもない凡退して切れるくらいなら当てる必要がない。三振した方が潔い、そっちの方が気持ちよさがあるわ。はい、ヘイドウルフさん、このピンチっすね。うちの選手はワンアウトランナー1塁3塁が非常に多いですね。どういうピンチの招き方だよ。その前にプレイヤーに渡せよ。ワンアウトランナー一塁三塁って一番きついパターンのピンチだぞ。当たれば1点入るケースだね。全然振らねえし、ここ三振。
さあ先制の、さあ松井だ、打たれるわけにはいかん。投げました、打ちました、よし、あーよしじゃないファウルだ。まあでも最後はスローカーブ、これで決着はつくね、分かってるよそれはね。ゼロで切り抜けた、やはりこのスローカーブが武器の選手だ。ハマれば強いよ、ハマればね。1点やっちゃう、ここでやっちゃう、 OK。 2試合で1点しか取れてないのもう1点やっちゃうんだ。つまりは俺たちの負けということか。また今日の試合でエリオットの出番がないということだね。はいやースローカーブ狙われてましたね、イエース。さすがセリーグの本塁打王、ホームランを打つにはちゃんとした理由があるんだ。実力がないと打てないからね、まぐれで打てるもんじゃない。だからこのうちのチームにはホームランが少ないんだ、実力がないからね。完全に狙われてましたね、スローカーブ。コースも球種も投げた球も全部は悪くなかった。ゲレロが何枚も上だったということです。はい、その後も打たれてボコボコ。どこが神助っ人外国人やね、弱いロッテだから勝てたってだけ、反対で見たらただのクソや。結局また俺は助っ人外国人で大きなクソを取ったというわけか。この打球は伸びて伸びて伸びて取れないね。はい、申し訳ない、エリオットの出番なければこの試合ももう終わりです。何も起こらずゲームセットということになるでしょうね。今日炎上かましたことによって防御率は7点台、まあもともと良くなかった防御率がさらに上がったってだけやから別に気にせんのやけどね。そもそも5点台ピッチャーですし、みんな5点台が7点台になったからって何か驚く要素あるかな。何もないよね、ああそうってなるだけだよね。いつ終わるんだろうねこの炎上劇がね、いつか終わればいいなと思う。第三振、ようやく終わりましたね。終わったが、それだけ、まだ続くよ。中継ぎの山中、申し訳ないね、山中。お前の出番が早かったのは先発が燃えたからだよ。ゲツーかな。はい、ゲツーも取れない。ちゃんとストレートは見逃してくるっていうね。うわー。いやー、追いつけるのは追いつけるな。ただ、余裕でホームインだね。これで6点目。5が6になってもびっくりはしないよ。よし来たよ。さあここでバッター一郎狙うは一撃だ。ほらね、オッケー。やっぱ強振でやるべきだよ。コツコツ当てる必要ない。飛び出した挙句アウト。もう今の俺たちのチーム状況はどういう状況かっていうのが非常にわかると思いますでしょ。集中力も完全に切れてやる気を失ってますからね。このチーム未来はない。少なくともこのカードに関しては未来はないです。もう負けが決定してるんで。あとはもう何点取られるか、ひたすら ITCP にボコボコンされるだけだよ。ボコボコンされてもそれが苦に思わない自分がいるんでね、むしろ快感だわ。ヒット1本が快感です。昔はキーになってたけどね、巨人のペナントやってる時はね、ふざけんじゃねえなんて怒鳴ってたけど、今はもうそうでもないから、打ちゃええやん、それが俺の気持ちよさに変わるんだから、どうぞ打ってくださいませ。まあね、すごいでしょね、これが俺と CP の実力さよね。おい、イチローの肩で刺すレーザービームを見せたね、衰えてもなお。まあワンバウン送球ですけどね、本来ならこういうとこってリプレイ流れるんですけど、点差が空いてるからね、リプレイもないという。流せや、もしろもイチローが日本に復帰してね、今の場面で刺したな、お前相当リプレイ流す。その日のニュース全部イチローだわ。イチローがレーザービームを見せましたね、絶対そうなるよ。いやでもさすがイチローだね、よかった。イチローファンとしてはもう唯一そこだけ、今日は面白かったな。1対1、交流戦初戦からフルボッコです。まあフルボッコには慣れてるから別に驚きはない。神助と外国人だったヘイドルフも簡単に打たれてのこれ、なんか今日1試合で希望がいろいろとなくなりました。こんな感じで交流戦やっていきます。はい、次回プレイするゲームはヤクルト3連戦ということになりますね。ブルースタジアムで行われる、つまりはこっちの本拠地ですから DH ありでございますね。まあだからなんなんだっちゅう話ですよ。中日1戦目からこのような無様な結果になるんだからね。
ちゃんと得点さえ取れておけば勝てたゲームっていうのがありました。まあ最終戦に関してはフルボッコですけど、それ以外のカードに関して、ゲームに関しては全部そうですよね。投手の好投はあった。しかしこれですから。で、エリオットの出番もなく、デビューを飾ることもできませんでしたからね。いろいろと。視聴者にも申し訳なければ、助っ人外国人にもエリオットにも申し訳ないね。何のためにこのチームに加入したのかわかんねえ。もうすでに時すでに遅かったんだね。もっと早く加入しておけば出番はあったかもしれない。まあ次回こそエリオットの登板を作れるようなゲームをして、まあ何度か勝ち越せるようにやっていきたいと思いますのでね。交流戦は始まったばっかですから、ここから全部のカード勝てば、まだね、交流戦優勝のチャンスは残ってるから頑張るぞ。そうなればいいなと思う。夢のまた夢の先の話だけどね。でも夢って叶うもんやから、叶いましょう。この交流戦でね。はい、こんな動画になりましたが、ここまで見てくださった視聴者の皆さんありがとうございました。グググググ、バイ、また会いましょう。